森さんいかがでしょうか。いや、 やっぱりあの例えば検事総長に昇格が見込まれてた方ですよね。はい、ということでその後のネタを今から年頃にしておいて取らなきゃという危機の意識が新聞社側にあったのかなとか思ったんですけれども、うん、あの表立ってはやっぱりそのなんていうか保守革新みたいに新聞って対立した世論を出しているわけですよね、はいはい、でこれに対して特に厳しいメディア の、 あの報道もあったわけで、はい、ところが、まあ、いわゆる裏でというかオフの日にはみんなで仲良くそういう密なことをやっているということがやはり報道そのものがある種出来レースなんじゃないかと、うん、身内でただやっているだけのこう役割分担をして双方が儲けているだけなんじゃないかという不信感を抱かせかねない、うん、あの部分があると思うんですよ。それで真面目にやっている記者さん中立を保って自分にも相手にも厳しくやっているジャーナリストたちがかわいそうだなという気はしますよね。うん、だからやっぱりこれ、まあ、黒川検事長がこれ辞任をした、じゃあ次誰になるのっていうことに話が動くというより、これ根本的な問題ももう一回考えないと森さんダメなような気がするんですけれど。そうですね、だからメディアがやっぱり中立性を保つ必要がありますし、うん、あのこれまでの報道もですね、その安倍政権に厳しいメディア新聞とあの優しい新聞があったんですけども、うん、こういう形で、あ、すいません、映像が乱れました、うん、失礼しました。まあ、森さんが今おっしゃってたこと、はい、まあ、あの理解できますね。